名古屋市立八田小学校は愛知県名古屋市東区、八田南4丁目にある公立小学校。名古屋市東区の北東部 JR 中央本線より東側の地域の大部分を学区とする公立小学校であり、1935年2月の名古屋市八田神城小学校外交をもってその始まりとしている。学区は太平洋戦争前は名古屋市東区の中でも 有数の工場地帯であったため、空襲で大部分が消失した地域である。戦後も、学区の南半分には大規模な工場が立地していたが、昭和末期から平成初期にかけて閉鎖が相次ぎ、跡地は商業施設等に転換が図られている。2012年現在においても学区内には現存する大規模工業施設もあり、分離独立までは、 八田小学校区であった、名古屋市立砂田橋小学校区と合わせて、名古屋市東区の中でも、工業地区としての色合いが強い地区であると言える。期日にあたっては、学校用乱創立50周年記念号、八田小70周年記念学校用欄を参照した。教育目標として、豊かな心と、自ら学ぶ意欲を持ち、健康で安全に心がける児童を育てる。都市、 豊かな心を持つ子自ら学ぶ意欲を持つ子健康で安全に心がける子の育成を目指している。八田小学校公式サイト内、八田こだよりの記載から抜粋。教職員数は校長以下教諭、学校事務職員などを合わせ、計33名となっている。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。2010年国勢調査によると、 学区の面積は2.170平方キロメートル、世帯数は6436世帯、人口は12560人であり、名古屋市東区の旧公立小学校区においていずれも最大であるが、2005年国勢調査時と比較すると、東区の中で唯一人口が減少した学区でもある。学区内は、名古屋市営地下鉄名城線。 名古屋街イドウェイバス街イドウェイバスしだみ線が走る名古屋環状線指導広行線の北側の矢田広行地区は主に住宅地や小規模な工場が立地しているのに対し名古屋環状線指導広行線南側の矢田南広行南地区は大規模な工業施設や再開発され商業施設などが建設された工場跡地などがある期日にあたっては 名古屋の町、町名別人口行政区別統計表を参照した。いずれも名古屋市立の小学校である。名古屋市では、公立学校選択制が導入されていないことから、八田小学校を卒業した児童の公立中学校、進学先は名古屋市立八田中学校となる。名古屋ドームカルポと東名古屋ドーム前キャンパス、東区の JR 中央本線より、東側の地域は、 最も東側の地域が、名古屋市立砂田橋小学校の校区、南側の部分が、名古屋市立名林小学校の校区となっている。現在の八田南、広行、南地区にあった、三菱重工業名古屋発動機製作所、第四工場の航空機用発動機の生産工は、日本全体の4割を占めたとされている。このため、同地区は、いわゆる名古屋大空襲において、 アメリカ軍の重点爆撃目標となった。AB 昭和19年度の卒業式が行われる予定であった1945年3月20日の前日3月19日未明に名古屋大空襲があり、八田小学校は校舎が全焼するなど壊滅的な被害を受けたため卒業式は実施できなかったもの。学校用乱葬率50周年記念号。 八田小70周年記念学校要覧、年表参照。八田小学校公式サイトより、東区における住居表示は、昭和50年代にその大半が実施されている。東桜、山吹、東白兵気、青井、筒井、朝日川岡、明林、八田砂田橋の旧小学校区である。 学区内にある三菱電機名古屋製作所の敷地面積30万6000平方メートルは、八田学区全体の面積2.170平方キロメートルの14%強を占めている。名古屋ドームは三菱重工業工場の跡地、イオンモール名古屋ドーム前は日本タバコ産業工場の跡地にそれぞれ建設されている。AB 八田中学校の開校は、 砂田橋小学校の八田小学校からの分離独立と同じ1979年4月である。それ以前の八田小学校を卒業した児童の進学先中学校は名古屋市立桜ヶ丘中学校であった。ありがとうございます。